そうだね。介入ベクトルのコマンドを防御や逃亡、それこそ停止に切り替えられれば止まるだろう。だが現状コマンドは攻撃で固定され、変更キーはフライドと共に失われた。戦いを止めるには機体ごと破壊するしかないね。幸いベイビーマグナムを破壊するのはそう難しくない。君も分かってるだろうがね。まずは足元だ。静電気式の推進装置を使っているがゆえに、足元に洪水とまではいかなくとも、ある一定の深さの水があれば動きを封じることができる。そうすれば撃ち放題だ。あるいは背面のジョイント部分を攻撃することだろうな。あそこは七門の手法のアキレス腱が集中する。叩けば大爆発を起こすだろう。あとはリボルビング式の手法かな。弾子の切り替えの時、外部露出している部分にあらかじめ貼り付けておけば、爆発物を自動で内部に送り込めるだろう。その後で爆破すればやはり機体は破壊される。他にもいろいろあるが。俺が知りたいのはそんなことじゃない。だが止めたいんだろう。真実の鏡に汚染されたオブジェクトは排除するしかない。そのあたりは情報同盟の方がよく分かってるんじゃないかな。確かに我々はそのプログラムについて知っています。不正に流出させられたものですが、オブジェクト側にインストールされたプログラムによる継続的な干渉とセットになって、エリートが任務を拒否したり、あるいはジャミングで通信が途絶したスタンドアローン環境でもコマンドでエリートを制御し続ける実験用に作られたものです。レンディ、今の話をもとにパーフェクトブラウジングにかけましたが、ロミオの出した最適化